アンサンブル。よしよし、一組全員集まってるね。朝早いのにみんなはクライブと違って優秀だね。そこで俺をけなす必要あった？それじゃあみんな、そろそろ出発。メルさん、担任は俺だよ。メルもはしゃいじゃってるみたい。そう気楽なもんでもないだろうに。今日から3日間、俺たち1組は遠征実習に向かう。大修道院を立ち、北部の帝国方面にある巨大森林地帯、グリムベル大森林へ向かうのだ。大変な3日間になりそうだね。ええ、大森林までは実質的な行軍訓練で、向こうに着いたら今度は野営だもの。天候、野営なんて大丈夫なんですか？あら、クロったら心配してくれてるの？いい子ね。でも、王女様が野営するなんて、確かにちょっと心配かも。経験はないけれど、案外どうにかなるんじゃないかしら。なんせフィーネだからな。あら、もしかして見込みありかしら。まあ、どこだろうとずぶとくやっていけるだろうさ。うん、こんな早朝からひどい。そういうところだよね。そんな俺たちのもとにしかめっ面で歩み寄ってくるやつがいた。スレン・ハイリーか。どうしたアンリエッタちゃん。どうした？あんたから話しかけてくるなんて珍しいな。いいかしら、この実習の最中、くれぐれもリア様に不便がないようにするのよ。不便がないようにって、野営する以上いくらなんでもそいつは無理だろう。そうだけれど、そうじゃなくて、少しでも快適に過ごしてもらえるよう。ほらそこ、いつまでもおしゃべりしてないで出発するよ。すみませんメル様。ついてないな。このスレン・アイリーク。ね、待て待て、今のは自業自得ってもんだろ。もうスレン、あんまりアンリエッタを困らせちゃダメだよ。あんたもブレないな。早朝に大修道院を出た後、道中で数回の休憩を挟み、長後をまたいでしばらく経った頃、ようやくグリムベル大森林に到着した。さすがに歩き疲れたわね。クロ、あなたは大丈夫？はい。この程度で念を上げるだなんてだらしのない。アンリエッタちゃん、まあどちらかといえば頭を使うタイプだろうからな、二人とも。目的地までもうすぐだから。
かわいいぞ。頑張れ頑張れ。さすがにスレンも疲れちゃった。いや、そういうわけじゃないんだが。おっと、もしかして気がついたのかい？なんか動物がいないとかそんな感じ？スプリガンに恐れて普通の動物たちがいなくなってるとかそういう感じ？鳥とかなんかウサギとか。ああ、いえ、なんとなくという程度なんですが。どういうこと？この辺り一帯は人の手が入っているような気がしてな。そういうことか。なるほどね。そうなの？そう言われてみても私には全然わからないかも。最近のものじゃない。多分もうずっと前の。長い年月によって自然の中に、飲み込まれて消えかけている。それにこの感じは。スレン、君はなかなかの観察力みたいだね。ここは一体何なんです？ちょっとちょっと、立ち話してないで早く早く。せっかちなのもいることだし、そのあたりは目的地に着いてから話すよ。せっかちって何さ。ああ、悪かった悪かった。よし、到着だ。みんなお疲れさん。なんか大変だね。ここは教会なのかしら。でもこれは俺たちが連れてこられた場所。それは大森林の中にひっそりと残された廃墟だった。ひどいもんだな。天井の一部が崩れ落ちているせいで屋内まで雨風にさらされてしまっている。元は立派な教会だったのかもしれないが、もはや見る影もないほどに荒れ果てていた。今回の実習ではここを野営地として使おう。すぐに拠点構築に取り掛かりたいところなんだけど。みんなヘトヘトだよね。みんな疲れた顔してるしね。休憩がてらこの辺りについて教えておくとしようか。ほら、座学なんだから遠慮せずに座って座って。正直とても助かります。促されて各々が適当な場所に腰を下ろす。俺もリアと共に手近な瓦礫に腰掛けた。うん、それじゃあ簡単だけど講義の時間だ。お、もともとこの辺りには小さな集落があったんだ。大し、あ、それじゃあさっきのって。もともとこの辺りには小さな集落があったんだ。大森林の中とはいえ
まあ外縁部だからね。あ、それじゃあさっきのって。そう、スレンが気づいた痕跡だね。集落があったのはだいたい20年くらい前までかな。20年、それなりの時間が経ってはいるけれど、残されているのはこの廃墟会くらいのものだ。ここまで跡形もなくなるはずはない。その通りさ、集落は自然になくなったわけじゃない。帝国軍の部隊に襲われたんだ。ミディール人は化け物と変わらない。一人残らず殺してしまうのが世のためだ、なんてことを本気で信じてるような連中だからね。当然人を人とも思わないような非道を働いたのさ。女子供も老人も家畜に至るまで一切の区別なく、みんな殺された。そんな。この教会はね、集落の人たちの誇りだったんだ。大森林に住む妖精たちのことを古くから祀っていた。だがその誇りすらもこうして無残に砕かれてしまった。さんさんたる昔話をしかし淡々と語るクライブ先生と、インフンドリア怒りや悲しみのような劇場は欠片も覗かせない。ただ過ぎ去った出来事を眺めているだけの、なんやこれ、傍観すら感じさせるような語り口だ。当時はここみたいな悲劇も珍しくはなかった。帝国軍の侵攻が激しくなっていく一方だったからね。たまに国境地帯の防衛線を抜けた部隊が近場の村をここみたいに荒らし回ってたんだ。ただ幸いにもいくら村を襲っても連中の大好きな銃は補給が効かない。僕らは銃も弾薬も持ってないからね。だから連中好き放題に暴れるだけ暴れた後はどうしようもなくなって帰っていったのさ。誰もが顔をしかめて押し黙る。固く拳を握りしめる者、歯を食いしばり怒りをあらわにする者、淡々とした語り手とは対照的に皆一様にやりきれない憤りをにじませていた。同じ頃に国内ではスプリガンの被害が一気に増えたり、明日の希望を失った人々が野党に身をやつしたり、ま、とにかくひどいことにはこと書かなかった。まさにこの世の終わりみたいな空気だったよ。誰もが当たり前に知っているほんの少し昔の話。戦火で身近な人を失った者も少なくないだろう。だからこそ魔術師は鍛錬に励み研鑽を積む。ここで起きたような悲劇を二度と繰り返させまいとして。いや、すっかり暗くなっちゃったけど、少しくらい明るい話もしようか。今話したような悲劇の時代、
ミディール滅亡の危機に終止符を打ってくれたのがブライドだ。うん、ん？じゃないよ、お前のことだ。ほら。いや、改まってそう言われると照れちゃうってそう言わずに胸を張ってくれよ、英雄。あ、そう？じゃあ、えへん。ほら、リアも。え、私は…その…昔のことは覚えてないから…そんなこと気にしなくていいのに。二人の花嫁の和やかなやりとりに場の空気が和らぐ。さすがはメルといったところか。それまでのブライドは建国譚で語られるだけで実在するか定かじゃなかった。それが10年前、滅亡の淵にあるこの国のために懸命の祈りを捧げる大司教殿の前に現れた。しかも3人もだ。おかげで戦況は一変したよ。メル、リア、そしてこの場にはいないラビー。3人の花嫁がこの国を救ってくれたんだ。えへん。ほらほら。今の話にあったように目の前の二人は名実ともに英雄なんだが、記憶がないからな、実感がわかんかったら意味ないよな。今の二人の姿は微笑ましいとしか言いようがない。笑わないでよ。いいんじゃないか、笑えるってのは平和の証だろ。もうそれっぽいこと言う。いや、スレンの言う通りだ。みんなが笑って暮らせるのは君たちのおかげなんだ。リア、君はもっと胸を張っていいんだよ。先生。だそうだ。ほら。ほらほら。変。かわいい。かわいいです。本当に素敵な英雄様ね。リア様。やっぱりやるんじゃなかった。とはいえ俺もリアたちには感謝すべきなんだろう。リアたち花嫁がいなければここでの悲劇は、この国の全てにまで広がっていたはずだ。そんな彼女と共に歩んでいくということの重み、それをここにいると嫌がおうでも感じてしまう。さて、そろそろ休憩はおしまいだ。みんなで野営地の設営にかかるとしようか。よっと、こんなところか。元がしっかりした建物だけあって雨風をしのげる場所を作るのは難しくはない。
少し瓦礫をどかしてやれば快適な寝床を作るのも容易だった。よし、ただの野営地にしてはこいつはなかなかに居心地が良さそうだ。うん、しょっと。お水たくさん汲んできたよ。なあ、助かる。元が集落なだけあってすぐ近くに井戸が残っていたが、残念ながら枯れてしまっていた。だが諦めずに探してみると近場に泉が湧いていた。そのおかげで魔術に頼らずとも水を確保できる。様に水汲みをさせるだなんて、すごいな。厄介なやつに目をつけられてしまった。スレンアイリク、それくらいあなたが魔術を使えばどうとでもなるでしょう。待ってくれ、何も楽をしたくて頼んだんじゃない。魔力はいざという時のため、なるべく温存しておくに越したことはないからね。クライブ先生、もう魔術が使えるやつはすぐ魔法に頼るからみたいな話なんだな。泥臭いくらいでちょうどいいのさ。魔術師にとって魔術は戦うための武器なんだからね。いざという時に武器が十分に使えないんじゃ、魔術師が聞いて呆れるとは思わないかい。それは確かにおっしゃることにも一理ありますが、私のことを心配してくれたんだよね。ありがとう、アンリエッタ。リリア様、やっぱ可愛いなこの女、最高だよ。泣かないで。やれやれ、俺は噛みつかれ損なんだが。いやいや、こっちとしては指導のためのいい機会だったよ。だといいんですが。助かりました。何、気にしないでよ。それにしても君は何かと手際がいいみたいだね。別に不便な暮らしをしてたってだけですよ。それに俺はクライブ先生が言うようなことを考えていたわけじゃない。俺がいた孤児院は町から離れていたものだから、何から何まで自給自足が常だった。水を汲みは薪を割って畑を耕す。そんな生活を続ける中で魔術の使いどころはいくらでもあった。だよな。それこそあの身体強化のあの魔術未満を使えば、それはもう簡単に何でもかんでもできただろうさ。でも先生は魔術を教えてはくれても、あまりむやみに使うことは良しとしなかった。おお。命は大事にしなさいと、そう言って、あ、そういえばそのこと忘れとった。今思えば魔術で失う命は妖精に捧げるものであって、正教会の信徒ならむしろためらわないように言うはずだ。妖精に、ああそうか、そういう意味でも先生は変わり者だったのだと思う。そして今の俺はリアと命を共有している身だ。なればこそやはり命は大事にしなければならない。
いざという時は使うことをためらわず、しかし不要なのであれば決して無駄にはしたくない。スレン、あ、先生も。どうした？フィーヌ？どうしたんだ？珍しくフィーネがどこか慌てた様子だった。何かあったのか？それがね、クロの具合が悪いみたいで。あら。クロエが。そういえばつい先日も疲れが溜まっている様子だった。おー、なるほどね。そこに重ねて長距離を歩かされたのが良くなかったか。道中も予案なんてちっとも吐かないものだからすっかり安心してしまっていたが、俺がもっと気を配ってやるべきだったかな。あちゃー、あの小さい子か。ちょっと無理をさせちゃったかな。いえ、私こそ気づけなくて、頑張りすぎてしまう子だって知っていたのに。わかりました。休ませましょう。殿下、すみませんが、その子のことはお願いしても。ええ、お任せください。先生が見なくていいんですか？こういう時は僕なんかより殿下の方がよっぽど頼りになるよ。これでも私、治癒魔術が得意なの。これすごい。なあ、いや、でもそうか。治癒魔術はそこらの魔術とはわけが違う。でも命を救うために命を使ったらそれはそれで変な話になるけどな。使えるものはごくわずかしかいないという、とても希少かつ専門性の高い魔術だ。聞くところによると、とりわけ優れた血統でなければ初歩の術を使うことすらままならないのだとか。そんな事情もあって、世間一般では王家の血筋の尊さを象徴する力とまで言われている。そんなものをフィーネが使えないはずがなかった。悔しいけれど、フィーネほどの治癒魔術の使い手は他にいないわ。私もほんの少しだけ使えるけれど、フィーネとはとても比べ物にならないもの。いや、使えるだけで十分すごいと思うんだが。なるほど、アンリエッタはフィーネのいとこだ。どちらも魔術の資質は折り紙付きということだろう。あなたに褒められたってちっとも嬉しくなんかないのだけれど。この世界に折り紙があることにびっくりしたわ、おじさん。褒めたのに怒るなよ。それじゃあ私はクロを休ませてくるから、後のことはお願いね。ああ、くれぐれも無理させないようにしてやってくれ。ええ、もちろん。よし、他のみんなも頃合いを見て休んでくれ。今夜、僕とメルが浄化を行う。みんなにはそれを見学してもらうからね。目的のスプリガンを探しに、またしばらく歩くことになるよ。今、聞き捨てならないことを言っていたような。あの、夜に森を探索するんですか？うん。
そんな俺の疑問をアンリエッタが代弁してくれた。あれ、言ってなかったっけ？聞いてませんが。なるほど。考えてみればスプリガンが活発になるのは夜だもんな。それはそうだけれど。ただいま、巻き取ってきたよ。ってみんなどうしたの？いや、ちょっとした不備があっただけ。やらかしたんだ。はい。日が傾き始めた頃には野営地の設営も無事終わった。各自で夜まで休息を取るように言われたが、ここから離れすぎなければ好きにしていいらしい。とはいえ、午前中の長距離移動もあった後だ。さすがにみんな疲れていたのか、ほとんどの学生が早々に横になってしまっていた。スレンは休まなくて平気なの？そうしたいところなんだが。あいにくとそこまで疲れてもないんだよな。なんて言うんでしょう。よくわかったな。私だって少しくらいはね。だが俺がどうしたいかまではわからないんじゃないか。すぐそうやって意地悪するんだから。ちなみに答えはこの辺りを散策してみたいだ。あんまり出歩いたら危ないよ。スプリガンは夜に活発になるって言うけど、日が出てる間だって。なに、心配いらないって。でもリアが一緒に来てくれれば万事解決だ。違うか？なんだ、リアは休みたかったか？ううん、そんなことない、元気だよ。スレンが誘ってくれるのちょっと意外だったから。そうか。なんというか、そう改まって言われると妙に気恥ずかしくなってきてしまう。それじゃあせっかくだから頼られちゃおうかな。あ、いたいた、リア。二人で廃教会から出るなり声をかけられた。メル、どうしたの？ちょっと。ねえ。今からさ、ちょっとあたしに付き合ってよ。あ、でもスレンはダメだよ。リアだけ。じゃあそりゃ。なるほど、そうきたか。わかった。メル、リアを頼んだ。え、でもスレン。いい機会だろう。それに。リアの耳元に顔を寄せる。
え、メルにまだ少し遠慮があるだろう。な、この機会にちゃんと仲良くなっておけって。それにまあ俺との散歩はいつだってできる。私ってばお邪魔しちゃった？いや気にしないでくれ。でもスレンは一人で出歩いちゃダメだよ。おっと、そうきたか。これは少々困ってしまう。このまま暇を持て余すというのは。ならスレンは僕が借りようかな。クライブ先生。せえ、いきなり現れるなり肩を組んできた。いい機会だと思ってね、ちょっと話してみたかったんだ。どうだいスレン。言いながらもがっしりと肩を掴んできている。逃がすつもりはないらしい。わかりました、お付き合いしましょう。先生と一緒なら、まあ。リアの過保護っぷりは変わらないんだな。お、じゃあリアは私と一緒ね。お、うん。でもどこに行くの？それはついてのお楽しみってことで。クライブ、スレンもついてきちゃダメだからね。何それ。はいはい、分かってる分かってる。リアのことよろしくな。うん、任せといて、悪いようにはしないから。ほらほら行くよ。やれやれ、想像しくて悪いね。いえ、こっちこそ。それよりその俺に何の用があるんです？多分ないやろ。漁師であると同時にこの人は本物の英雄でもある。そんな相手と二人で話すとなるとさすがに緊張する。さっきも言ったろ、君と話してみたかったんだ。あるんだ。そうだな、ここだと他の生徒たちもいるし、ちょっと離れたところにまで行きたいんだけど。いや、それはさすがに。俺はともかく引率役の教師が野営地を離れていいものか。だったら私に任せてちょうだい。殿下。いきなり出てきて驚かさないでくれ。ごめんなさい、その方が面白そうだと思って。出た。反省するつもりはなさそうだった。こいつマジで。というかクロエは大丈夫なのか？ええ、もう心配ないわ、ぐっすり眠ってるから。そうか、よかった。さすが治癒魔術の使い手だけあって頼もしい。
この場にフィーネがいてくれてよかった。それより二人ともどこかで内緒の話がしたいんでしょ。でしたら先生、この野営地は私にお任せください。いや、さすがに殿下のお手を煩わせるわけには。今の私はただの学生ですよ先生。ですが先生、未熟とはいえ私たちも魔術師の端くれですよ。あまり心配ばかりされているようでは魔術師として立つ瀬がないというものです。わかりました。はじめは渋っていたクライブ先生だが、ものの見事に丸め込まれてしまう。まったく、殿下は口も達者でいらっしゃる。口も？口じゃないとこが達者だったりするのかい？どこの口だい？恐縮です。やっぱりあんたはおっかないな。王家に生まれたものとしてのたしなみよ。王家というのは俺には想像もつかない世界らしい。